こんにちは。主食はお米です。今回は、悪しき欲望の覚醒。新チャレ団に行ってきました。今回のチャレ団は曜日によって、属性と出てくるボスが変わります。月曜、木曜はマンモン、サタンになります。まずは、公爵級から。某情報サイト。もごもご、に。公爵級以上は、覚醒素材が手に入ると、いかにも、必ず落ちるような、感じだったので、試してみました。デッキは組み直しが面倒、だったので、ドラコ大サーカス、そのままの、デッキで行ってます。嘘情報ですね。次は対抗爵級です。デッキはそのままのナメプです。先生、目的は2攻っぽいです。
次が、開放攻撃っぽいのですが、対向借球だと思ったほど、ダメージは来ませんでした。今回は、鉄塔デッキなので、検証は、できませんでしたが、誘惑をかけると、解除されると思われます。今のが、開放攻撃かと余談になりますが、ここをクリアした後、帝王級に行ってみましたが、誘惑は絶対に必須だと思います。開放でワンパンされて帰ってきました。この階級は、高確率で、ドロップするようです。ご視聴、ありがとうございました。